それでは再度のくの基礎シートですね、フォーマットかけて、それから、割っていきますよね。それで色を塗りました、グラデーションの水分が多いからだんだん濃くなっていくタイプですね。水分は少なくなっています。薄いねところから濃くなっていく単色塗り、それから黄色、オレンジ、赤、同系色でだんだんグラデーションを使っていく塗り方ですね。グラデーション塗り、それからこちらはですね千尋塗りですね。ボワボワボワっとした感じですけども、ね、だんだん色と色をトランスしていくというやり方で、それにさらに、ね、ここ最近やってるのはこうね、これ色鉛筆の白あんまりやっぱり見えませんね。こういうところだと見えてるんですけどね、色鉛筆を加えて塗っていく最近ね編み出した塗り方ですね。ね、それからねこれがポチョポチョ塗りですね。色をボワボワボワっとこうポチョポチョポチョっとつけていくね、背景とかに使っていただくような塗り方ね、先ほどやったかと思うんですけども、これですね、フェルマーの最終定理って知ってますか？皆さんご存知ですか？なんかそこからね取った塗り方だったんですけども、で、あの4色で収めます。ただ、まあ、これは簡単なんですよ。頭の使い方だけで、で薄く塗っていくのがポイントで、隣同士はダメでも対角線とか接点のものは OK だから、ここは塗ります。隣はダメっていうことで、じゃあ黄緑でね、最初の1色目でどこまで塗れるか、パズルみたいですよね。最後は全部4色で収まるっていう、ここも接点なので隣り合わせじゃないから塗れますね。薄く色をね置いてくっていうことでは、頭使うんですけど、想像力ではないかな、なんだろう、計算式みたいな感じなんですよ。見ます？じゃあ次は色を変えましょう。そうですね、じゃあフランス語カラーで水色というか青ですが、水色いきましょう。では、隣同士は誰だけど、じゃあここから、まあ、水色というよりかは青に近いかな。ここは OK ですね。よいしょ。それからここも OK だよね。ここね。それからここはダメで、ここは OK ですね。水色 OK ですね。はい。よいしょ。それからここ OK だね。ここも OK だね。こんな感じにポチョポチョっとこうポシャッと先に絵の具を、水分をこう置いちゃうっていう塗り方もできますね。ここも OK ですね。ここも OK ですね。どんどん。あ、ここも OK です。ここも何気に OK。結構早く塗れますでしょ、いう感じで、の具を使っていきます。どうですか皆さん、ステンドグラスみたいに結構面が埋まってきましたよね。ここも OK ですね。こんな感じに、ここも、あ、ここも塗れるんだ。あ、ダメ、ここが隣だったこんな感じで塗ってきます。今日はうまくいくかな。じゃあ次色変えます。じゃあね、ピンクいきましょうか。色を塗りながら、あの自分の心に、あの、なんだろう、耳を傾けるというか、ちょっとこう脳を休めてあげるというか、やっぱり今不安要素って結構あったりしませんか？でね、そこからちょっと一瞬離れてみるっていう時間があってもいいなと思うんですよ。
で、それを絵の中でやれたりとか、まあいろいろね、動いていくと新しい発見とか、新しいね、兆しって出てくると思うので、そんな風にね、絵を使えていったらいいんじゃないかって思いますよね。絵の具の中の最初やれることですね。で、絵を何描いたらいいか分かんないけど触ってみたいっていう方は、まずこの、絵の具の基礎シートやってもらうと、およそのことができるのでいいかなと思っています。ぜひやってみてほしいです。まあ、こんな感じでほら全部4色に収まりますね。というのがフェルマーの最終定理で塗る4色塗りですね。これはもう本当に水分を多くね、面をパーッと埋めていくという塗り方です。で、ありがとうございました。